はい、どうも、ととまると申します。本日もマリオメーカー2やってまいりましょう。というわけで、こちらの方から何かスピードラン遊んでみてくださいとコメントいただきましたので、こちらのコースやっていきたいと思います。新感覚、スノースピードラン100秒くれず6、まあ、6% あるから多分そんな難しくないんじゃないかなと、まあ思いますのでね、まあサクッとやっていけたらいいんじゃないかなという、多分ね、親切な、意地悪なことをしてこない親切なタイプのコースなんじゃないかなという、まあそう思ってますけれどもね。はい、ここはしっかり飛び越えていけば大丈夫で、はい、ここはいつの間にか鍵をゲットしている。てか、ちょっと待って、100秒ってか、100秒っていうコースタイトルだけど、制限時間がなんか120秒あるね、このコースね。だから多分まあ割とゆっ、ここはあれだ、ちょっと待って、一回加速つけて、こういけば OK いけ、どうなってんのこれ。あ、これ何周もするってことか。これをこうやって何周もすることで、ドッスンに、このオンオフスイッチを、変えて、あれ、ここなんか行けるときといけないときあるな。多分こんなタイムロスしてる暇はないんだとは思うんだけども。ちょっと待ってよ。いや、ちょっと待って、違う。これ、しっかり、これ当たんないとダメだ。しっかりバネ当たって、その数、オッケー、ちょっと待ってよ。これを、オッケー。もう一周やね。オッケー、いけた。ここのつららが何気にちょっと、怖いんだよねっていう。で、どうなんの？あ、右に行けるようになってる。ちょっと待ってよ。これタイムロスがえぐいかもわからん。あ、OK、いけた、ゴールなんだ。というわけで、コースアイデアありがとうございました。コースリクエストは動画のコメント欄などから、いつでもお待ちしております。というわけで、本日もマリオメーカー2やってまいりましょう。なんだこれ、雪原のファイヤーフラワー、メットを乗せて、簡単に作ったよと言いつつ、クリア率が300分の0とかで出ておりません。やってまいりましょう。ファイヤーマリオのままでゴール。いや、謎にクリア者が出ていない。ん？違うな。これ叩く？これを、ん？ファイヤー取っちゃダメだね、まだ。投げて、こうで、どっかで合流するとかではない。あ、ここでファイヤーをいただく。オッケー。これ叩いて、こう。おー、なんか被れた、すげえ。打っとく？は？いや、被っちゃダメだね。オンオフ切り替える。ここ、こう、ん？違うな。で、ここでメット投げなきゃいけないもんね。なんだこれ。これをじゃあ拾っていけってこと？いや、そんなんやってる時間ないと思うんだよ。でも、そうしないといけないもんな。ん？合ってるか今ので。なんか、このね、メットの処理がなんか、あれで合ってんのかなっていう感じが。まあ、線でもないけど、でも多分、そうしないと進めない。ここで一回止めても絶対跳ねるんだよね。で、これを、使って、再利用して、ここでこうやんないといけないっていう。なんかここ変な進み方にはなってるけど、まあでもこれでいいんだろうね。オッケー、これでドアまで入れて、で、ドアで。は？これさ、多分、なんかどっかにある？あ、よく見たらめっちゃゴール透けてる。オッケー。早い、オッケー。で、ちょっと待って、なんかよく見たら確かに、うっすら透けてんだ、そこ。よく見たらだけど。さあ、こちらコメントでコースリクエストをいただきました。いけそうでいけない条件があります。クレーズ 0.7% やってまいりましょう。ゴール条件がコインをすべて8枚取ってからゴール。さあ、コインは、ああ、でも制限時間めっちゃあるし、ここ足場あるから、別になんかそんな難しそうな感じは今んところはしてないけどね。1枚、2枚。ちょっと足踏み外すのがちょっとあんまり良くないから、4枚、5枚、6枚 !OK、7枚。あれ？ゴールじゃねえもん。あれ？あ、ゴールだ、やった。というわけで、コースアイデアありがとうございました。ラグイオア普通やってまいりましょう。さあ、ラグイオア普通。なるほど、これオンにしていったらラグくなるってことかな。じゃあ一回普通にオフの状態で。はい。オフならば、特にパックンとか花がギュギュンって一箇所に集まるわけじゃないから、普通に進めるっていうこと。あ、普通に敵出てくるんだ。スピラン系かなとちょっと思ってたわ。これこういって、ここむず。ここ普通にむず。ちょっと待ってよ。オッケー、いけた。さあ、これでワン、ツー、サン。普通に難しいな、このコース。普通に難しいね。普通、こ間に合わんね。オッケー。ちょっと待って、これ別に急いでいけばいいっていうもんでもないんだ。あのドクロコースターってまだいるんかな、あれ。もういらんのかな。ちょっと待って、ここ怖いな。ここどう行こう。一回登って、こっち行って、オッケー。ああ、まあまあ、ドクロコースター多分いらんな。ちょっと待ってよ。ここに一回入っちゃって、ここでこうやね。オッケー。これでこの土管に入ったら、まあ、とりあえず普通ルートは5、え？え？は？入れないんだけど。あ、普通の方ではクリアできないんだ。あ、そうですか。そういう感じか。なるほど。まあでは、オンオフを切り替えなかったら、多分、ラグイコースになるっていう。なんか、ドッスンが出てきてる。ドッスンが出てきて。あー、ラグ。
ラグくなっちゃった。このコースがラグくなっちゃった。でもあれだね、あー、プレイがどんだけラグくなっても BGM って変わんないんだね。これちょっと厄介、あー、これ絶対ラグい方がやりにくいわこれ。いつもと感覚が違うから。はい、OK。これ一回踏んじゃって、こいつも倒しちゃって、走馬灯のようにスローモーションだけど、この待ち時間とかがってなってくるとちょっと辛いよねっていう感じ。あー、これ入りすぎ入りすぎ、多分これダメだ、入りすぎてるわこれ。いつになったら引っ込む、これ引っ込んだ、うん、ちょっと入りすぎてるね。でもこのハンマーブロスの攻撃を見切ることに関してはなんかスローモーションの方がちょっとだけやりやすいような気がせんでもない。あと気持ちがちょっと焦っちゃうね、スローモーションだと。スローモーションというかラグい状態だと気持ちが焦るから急いでいっとかないとっていう、それがさっきみたいなちょっと進みすぎ進みすぎみたいな、そういう案件に。三段ジャンプの感覚むず。三段ジャンプ今当たったかと思ったね一瞬。スローで見る三段ジャンプなんか可愛かったね。ここ乗って、あ、ミスった。ワン、ツー、三段スローモーション三段ジャンプいいな、なんか。でちょっと待ってよ、ここがな、時間の感覚が難しい。はい、オッケーオッケー、飛んで、多分届くから一回こっちまで行っちゃって、で、ちょっと一回待機してからの、ファイヤーバーによって余計ちょっとここ重くなってる感があるけど、これ間に合うかな？もうちょっと助走つけてから行くべきだったんじゃないかという感じもするけども、行けた、行けてる。ここな、怖いな、これ。あー、ちょっと待って、ジャンプが低い。ここは、いや、もっと思いっきりジャンプしてもこれ届かないか、この高さなら。いや、届いたわ。うわ、プナープナー、オッケー。で、これ多分スピンで行った方がいいかな。スピンでちょうど乗れる高さだから。いや、ちょっと待って、ちょっと待って、やらかしそう。これ一回こう乗っちゃいましょう。で、これラグいのめっちゃやりにくい。めっちゃやりにくいわ。全然ラグくない方がやりやすい。当たり前かもしんないけどね。いや、止まれるか、止まったー。なんだこのファインプレイみたいな。これはね、もうちょっと危ないから、ちょっと待ってよ。上のつららに当たんないけど乗れるぐらいの高さに、あ、位置に調整して、多分ね、これしゃがみジャンプならマックスで飛んでも当たんないんだよ。オッケーオッケー。で、ここは落ちつつ一回クルンをすることでここにしっかり乗ってからスピンで、オッケーオッケー。で、一回左への左入力を欠かさずにいて、しっかりスタートからここまでガリガリに重いね。バリバリに重いね、ほんとね。めちゃめちゃ重い。で、ちょっと待ってよ。今ならヒップ耐久もちょっといつもより得意かもわかんない。いや、ちょっと待って、怖い。怖ーい。けど、もうまあ一応ここでいける。で、ここは、行ったれ、かましたれ、オッケー。いいぞ、いいよ、オッケー、やった。これで、この土管はさすがに入れろ。めちゃめちゃ重かった。重い方が断然難しいね。いや、なんかラグくない方ではいけるみたいになってるけど、あの土管繋がってなかったけどね。うん、というわけでございました。